院長。岡本委員。はい。ではまず認可保育園の入園選考に関する課題から入らせていただきます。本年も4月1日認可保育園の入園選考が行われました。詳しい待機児童の結果は5月に発表されるとのことですが、3月某日の集計によりますと、認可保育園の申し込み者数4431名に対して、入園選考内定者数が2339名とのことです。残念ながら現時点で認可選考漏れのお子さんが申し込み者数の約半数2092名となっており、本年も厳しい結果となりそうです。いつも気になるのが、その際入園選考の指数のカウントです。指数が高ければ高いほど認可保育園の入園選考時に有利であるため、1点2点の差はとても重要なポイントになっています。お母さんたちにとって今や認可保育園の入園は補活といって、入園の1年以上前から入園選考に向けて本来育児休暇の期間がまだあるにもかかわらず、認証保育所等に入れて職場復帰を早め、指数を上げる努力をされている方もいる状況です。実は昨年10月に宅から転入されてきた方からこのようなご相談がありました。以前その方が住んでいらした区で認可保育園にお子様を預けながらご夫妻で働いていたそうですけれども、今回ご主人の仕事の都合で世田谷に10月に転入をされることになり、世田谷区の保育サービスの待機児童の情報はいつもテレビで見ているので大変だということで、現時点で在籍する認可保育園から世田谷区の認可保育園に転園できないかと、そういったことをまず最初に世田谷区に問い合わせしたところ、それは叶わないと、そういうことで、転入に合わせて、10月ですので、ほとんどの保育施設はいっぱいですが、一生懸命ベビーホテルとか有償受託先を2カ所やっと探して子どもを預けながら働いて、そして保育サービスの案内を見ながら申し込み書を提出したそうです。しかし残念ながら一次選考に漏れ、二次選考の結果を待つ中で、ここまで夫婦で働き子どもを預けていても入れないこの世田谷事情を、しっかりと自分も学んでいかないと来年度もまた入れないのではないかという不安の中で、保育課に今回の第一次選考時の指数を問い合わせをしたところ、その時に告げられた指数がご自分が計算したものとは異なっていることが分かりました。何度も保育課に足を運んで、相談しながら記入したにもかかわらず、なぜという、大変に困惑されていた、様子でした。ここで区の保育サービスのご案内を、改めて私も見てみたんですが、例えば他の保育施設に有償で状態として預けていれば1点から6点までの加点という表記がありました。状態の定義が曖昧だったり、2カ所以上預け先があった場合のその加点の選択が曖昧であるということを大変感じました。仕事と両立をしながら懸命に子育てをし、限られた時間の中で認可保育園の申し込みをされる保護者の方々が入園選考に不信を抱くことがないように、区として保育サービスの案内の保育の調整基準の記載内容をもっと分かりやすく、改定するべきではないかと思います。またもっと丁寧に相談をされてきた方、電話等の相談もあると思いますが、対応をされることを求められますが、区の見解を伺います。院長、保育課長。工藤保育課長。認可保育園の入園選考は、保育にかける程度、すなわち入園の必要性の度合いを指数化し、いわゆるポイント制で実施をしておりますが、保育の調整基準などの選考指数に関しましては、認可保育園の入園申し込みをされる方に配布しております冊子、保育サービスのご案内をはじめ、区のホームページ等で広く区民の方に周知をしております。認可保育園の入園選考では、特定の方にとって有利なことは、他の方にとっては不利になるといったような関係性がございまして、選考指数につきましては保護者間でも立場の違いから様々なご意見がございますが、入園に向けて一斉に効率的効果的な選考を行うため、客観性公平性が確保できることからも一定のご理解をいただいているものと認識しております。他方あらかじめ全ての生活状況
選考指数として取り決めておくことは困難であること、さらには詳細な判断基準を示すことで申し込み者がより高い選考指数を求めて生活実態を変えてしまい本当に困っている家庭の見分けがつかなくなることなど課題もございます。こうした課題もございますが、比較的多い事例につきましては冊子、保育サービスのご案内で掲載しておりますので、今後ともより区民の方に分かりやすいご案内ができるように内容を検討するとともに、窓口での対応につきましてもより一層丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。以上です。岡本委員。委員長、今最後に言っていただいたように、今後の内容の検討ということですので、来年度、平成24年度の、25年の4月1日に、選考するお子さんたちにとっては、きちんとその、より見やすい案内ができることを、求めておきます。で、次に、二次選考にも落ちてしまった、母子家庭のお母様と私はその後お会いしたんですけれども、そのお母様は、区が母子家庭に対して、一定の指数の調整基準が設けられているということは、大変、感謝をされておりましたが、実際のところ、世田谷区のようなこの待機児童がたくさんいる場合はやはりそうは言ってもなかなか母子家庭の調整基準だけではカバーしきれないという母子家庭の家庭の状況も浮き彫りになっています。結局長時間働いていなければ指数が足りない、また認可保育園に預けることができなければ働くこともできず、結果的に多くの収入を得られない、その結果認可保育園に入れないだけでなく今度は入れなかったと同時に割高の認証保育所やベビーホテルにも選択できないという、そのようなことが結果として起きているのが今の実情です。そうした中指数や所得の心配が なく預けられるのが、認可保育園と同様の利用料となる保育室や保育ママの制度です。ただ一方でこの課題になっているのが保育室保育ママに預けている、保護者の経済的な負担を軽減する目的で区が一部補助している保育料が後払い方式になっていることです。私もこのことは本当に今回申し訳ないぐらいに分かったんですけれども、例えば保育室に預けた場合認可保育園に漏れたけど大丈夫ですよ、保育室や保育ママだったら認可と同じ保育料ですから安心してくださいって言いながら必死に保育室保育ママを当たって、結果的にその方も保育室に入れることになったんですが、ただ保育室に預けた場合は区の補助金が振り込まれるまで3ヶ月間約12万円を個人負担するという、そういう状況が今起きてます。保護者の経済的負担が大変重たいものであるとは実感しております。保育室保育ママの保育料の補助を目的に沿った支払い体制になるよう認可保育園と同様の保育料方式に転換すべきと考えますが、区の見解を伺います。委員長、保育課長。工藤保育課長。はい、認可外保育所の産休補助に関してのご質問でございます。区では児童の健全な育成を確保することを目的といたしまして、認証保育所や保育室、保育ママなどを利用している家庭に対しまして、状況に応じて保育料の一部を補助する保育料負担軽減補助を実施しておりますが、その支払い回数につきましては年4回となっております。ご質問の毎月払いへの変更でございますが、実施にあたりましては支払い回数が3倍になることから、組織体制の見直しですとか電算システムのプログラム修正と様々に難しい問題もあり、直ちに実施することが困難な状況がございます。いずれにいたしましてもご指摘の通り、区民の利便性に配慮したサービスの向上は大切な視点の一つと区も認識しているところでございますので、今後の保育サービスの推進にあたりましてはこうした視点も意識し、今後のさまざまな施策事業の変更を検討の際に、例えば子ども子育て新システムにおきましては負担と給付のあり方の見直しも謳われておりますので、そのような全体の仕組みの見直しの機会を捉えまして十分に検討してまいりたいと考えております。以上でございます。委員長。はい、今他の委員の方からも何年も前からは課題だという声もありましたので、ぜひ新システムに移動するということも含めまして、その際に保育室保育ママの利用者にとっての負担軽減ぜひお願いしたいと思います。で、次に先日 NHK で
アリバイ会社のことを取り上げておりました。アリバイ会社というのは、働いてもいないのに、偽の就業証明書を発行したり、また源泉徴収票まで、作ったり、ありとあらゆるものを作ってしまうという、そういった会社 でそこの会社に電話をすれば、そのアリバイ会社の社員が電話に出て、今その従業員は外出中ですと、そういう言い方で、まるで本当にそこに会社があるかのような、そういった対応をするというアリバイ会社が実は20年前から存在しているということを、NHK で報じていたんですが、実はそのアリバイ会社のそのいろいろな騙すというか利用される仕方の中に一つとしての例示にですね、残念なんですけれども認可保育園の申し込みの申請に利用しているということが挙げられていました。で、認可保育園の申し込みに対して本当に先ほど来申し上げたお母さんたちのように必死になって、探している、そういうお母さんたちもいるわけですけれども、アリバイ会社を利用せざるを得ない、保護者側のニーズの本質というものをやはり捉えていかなくてはいけないのではないかなと思います。アリバイ会社がいけないんだいいんだという前に、それを利用しなきゃいけない認可保育園の今の世田谷区の事情ということをですね、やはりしっかりと捉えていくことは まず大事ではないかなと思うんです。でその上で、ただそうは言っても入園選考に際しては公平公正の審査が行われるよう、職員への教育、こういう存在があるということもぜひ認識していただいた上で教育をしていただき、厳正な審査が望まれます。さらにもう一重スピード感を持って保育サービスの待機児童対策に取り組むことが求められますが、区の見解を伺います。委員長、保育課長。工藤保育課長。入園選考の虚偽記載につきましては、申し込み者からの資料提出後も必要に応じて勤務先ですとか受託先へ電話などでお問い合わせをするなど、あるいは申し込み者にさらなる資料提出を求めるなどにより、公正で丁寧な入園選考を行うとともに、虚偽の申し込みをした場合は入園内定や決定を取り消す旨を申し込み者に周知しており、虚偽申請が判明した場合には本人に来庁していただき再編などの対応をしております。虚偽申請もより巧妙化しているとのご指摘でございますので、書類審査に基づいて機械的に指数化をして入園選考するのではなく、できる限り個々人の生活実態の把握にも努めてまいりたいと考えております。またこうした背景としましては、委員ご指摘の通り、ここ数年の入園希望者の増加状況から保育園の整備が追いついていないといったような状況が続いていることがあろうかと考えております。区民の期待に応えるためには保育施設整備を進めることがまずもって重要であると考えておりますので、来年度に向けまして予定しております約700人の保育所整備、これをしっかりと全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。以上です。委員長、岡本委員、ぜひよろしくお願いいたします。で次に、保育施設における食物アレルギー対策について伺います。まず認可保育園で食物アレルギーがあるお子さんへの対応件数、軽度重度それぞれ何件あるか教えてください。委員長、保育課長。工藤保育課長。現在区内の認可保育園には8773人の乳幼児をお預かりしておりまして、そのうち食物アレルギーのお子さんは全体で約477人と把握しております。そのうちエピペンを処方されるなど比較的症状の重いお子さんが33人というふうな状況となっております。以上でございます。岡本委員。委員長、平成23年、昨年3月に厚生労働省から出された保育所におけるアレルギー対応ガイドラインによりますと、重篤なアレルギー反応、いわゆるアナフィラキーショック症状が出たお子さんに対し、重篤な症状に至る前に的確に症状を把握し、自己注射が可能なエピペンの対応が示され、昨年9月には公明党の強い推進によりエピペンの保険適用が実現し、携帯される方も増えていくことが予想されます。本区として保育施設におけるエピペンの取り扱いをどのように考えているかお伺いします。委員長、保育課長。工藤保育課長。はい、エピペンの使用につきましては、区は厚生労働省から平成23年3月に出されました、保育所におけるアレルギー対応ガイドラインに基づきまして、平成23年4月より検討を始めまして、
さらにその後、東京都を通じて同省より通知のありました、自己注射が可能なエピペンを処方されている入所児童への対応についてを参考に、地区医師会の専門的ご意見なども賜ってまいりました。検討の結果、お子さんが安心して保育園生活を送るためには、様々なアレルギー疾患について、症状や生活面の配慮事項を保育園職員が正確に把握することがまず必要であると考えまして、新たに先ほどの国のガイドラインを参考に、除去食品や生活上の様々な留意点を記入するアレルギー疾患生活管理意見書の様式を定めまして、入園の際などに保護者の方により提出いただくことといたしました。また国や都の通知に基づきまして、保育園では消防機関に救急要請をする際にはエピペンを処方されていることを確実にお伝えし、お預かりしたエピペンを速やかに救急救命士にお渡しできるよう、この4月1日以降申し出のあった保護者の方からはエピペンをお預かりする予定としております。以上でございます。委員長、誠委員、はい、今の答弁の中で、いざという時には救急救命士にエピペンを渡すことまでが、保育施設の対応との答弁だったんですけれども、やはり保育園では食事を提供するということ、またもちろんアレルギーがある食品は除去して差し上げ出しているということも分かっておりますが、万が一の時にそのアナフィラキシーショックを起こした場合に、やはりその時間が個人差がありますし、症状がそれぞれ違うと思いますので、まずその症状をよく保護者とまた主治医との意見書といいますか、そういった声をしっかりと受け止めながら、いざという時は園児が自己注射を自分でできるわけではありませんので、ぜひ緊急時の場合、保育施設の一歩進んだ対応が求められると思います。本件に関する区の見解をお聞かせください。委員長、保育課長。工藤保育課長。はい、ご指摘いただきましたように、エピペン使用につきましては、保護者と主治医と保育園との連携ですとか、使用するタイミング、エピペンの取り扱いなど、様々な難しい問題がございます。エピペンは本人もしくは保護者が自己注射する目的で作られたものであり、自己注射を基本とすることができない、就学前のお子さんを預かりしている保育施設の現状では、まずはエピペンを預かりすることで一歩踏み出したというふうに考えております。また、お預かりするためには、保育園職員がお子さんの状況を的確かつ定期的に把握することが重要と考えておりますので、保護者の方の協力も不可欠と考えております。今後とも国の動向を踏まえまして、子どもの安全性の確保をしっかりと図りつつ、保育施設での注射に向けた検討といったことも重ねてまいりたいと考えております。以上です。委員長。岡本委員。はい、大変、命に関わることですので、慎重にしていただきながらも、準備の方をよろしくお願いいたします。で、次に、関連で、このアレルギーに対してエピペンの関連ですけれども、区立小学校の学童クラブでのエピペンの取り扱いについて伺います。すでに区立小中学校では、昨年の4月からエピペンの対応を養護教諭のもと実施しているとのことですが、学童クラブでもその対応を求める声がありますけれども、現状をお聞かせください。市長児童課長。市が児童課長。はい、新ボップ学童クラブにおきましては間食を提供しておりますのでことから、食物アレルギーの有無については、調査票や保護者への聞き取りなどで詳細に調査しております。その結果、現在、エピペンを持参している児童は4人いることを把握しております。新ボップ学童クラブにおけるエピペンの取り扱いでございますが、エピペン自体は自己注射するように作られており、自ら摂取することが原則ではございますが、平成24年度来年度より本人がショック症状などで意識を失った場合など、緊急の場合に限りまして、新ボップ職員が本人に代わって摂取する対応を取ることといたしました。現在マニュアルの整備など準備を進めているところでございます。具体的には摂取する場合に備えまして、保護者の方に提出していただいております食物アレルギーに関する調査票をもとに、保護者への聞き取りを行いまして、食物アレルギー個別取り組みプランですとか緊急時個別対応カードを作成してまいります。またアレルギー専門医を招きまして、新ボップ職員を対象にアレルギー児童対応研修を実施いたしまして、職員の緊急時の対応力向上を図ってまいります。委員お話の通り、緊急時には命に関わる問題でございますので、こういった取り組みと同時に養護教諭をはじめ学校との綿密な連携のもとに、食物アレルギーを持つ児童に対して万全を期してまいりたいと考えております。以上です。
岡本委員。委員長。はい、今の答弁の中で、全校の学童クラブで、今現時点で一点を、持参している生徒が、児童が4名ということでしたけれども、やはりまずそこをしっかりと把握されているということで安心したんですが、実は私のもとに、この学童クラブに通うお子さんの保護者の方から、メールが届いていました。で、その保護者の方は、やはり去年4月から学校がスタートしているのに、なぜかその学校に通っている我が子が、学童の時間になると、そのエピペンの対応をしてもらえないという、その同じ校門をくぐって、同じ施設内にいるにもかかわらず、その授業時間と放課後と、その対応が変わるっていうことに対して大変不安を感じられて、なぜかその学童だけが取り残されているというそういう思いを切々と訴えられているメールでした。まあ、この今年からエピペンの対応を始めるということで、まあ、安心はしているんですけれども、やはり今この保護者の方の声を聞きながら私が危惧するのは、同じ学校の中で縦割り行政といいますか、教育委員会と、また子ども部、所管が違う、福祉保健所管と違うというところでの、対応のずれが非常に心配だなと思いますが、このことに対して、今後、こういった弊害が学校の中に持ち込むことがないように、子どもの命安全に関しては、同じ速度で進むようにということを求めますけれども、この件について、区の見解を伺います。市長児童課長。志賀児童課長。はい。新ボップは区立小学校施設を利用して、子どもたちに対して放課後の安全安心な遊び場を提供し、異年齢時間の子どもたちの交流の広がりですとか、自主的な遊びの活動への意欲といった自主性、創造性、社会性を、養うことを目的としてございます。新ボップの運営にあたりましては、区立小学校を利用しておりますので、教育委員会との緊密な連携が欠かせないものと認識しておりまして、情報の教育はもちろんのこと、課題の解決にあたりましては共同で対応するように努めております。また日々の運営に行きましても、各新ボップでは学校の事業やクラブ活動、あるいはさまざまな学校行事との調整が必要になってまいりますので、日常的に新ボップ職員と校長先生や副校長先生をはじめとした教職員との連絡調整を行っております。新ボップにやってくる子どもは大半がその学校の児童でございますので、子ども部と教育委員会が共同所管であることを最大限に発揮しまして、対応に齟齬が出ないよう、努めてまいります。以上です。岡本委員。はい、よろしくお願いいたします。で、次に第1回定例会の再質問でも取り上げましたが、視覚障害者の方への情報格差を是正する取り組みに関して伺います。音声コードの添付については、昨年の議会での質問でも取り上げて、その際の区の答弁は、読み取り機が普及していないので、難しいという答弁でした。で、実はその後、去年の4月以降でしょうか、NTT ドコモの携帯電話で、音声コードの読み取りができる、機種が開発をされました。携帯電話は誰もが今や持っている、身近な機器となっていますので、普及も格段と、進むことが考えられます。昨年秋には、このことを受けてでしょうか、年金定期便が約7100万通、音声コードが添付されて、発送されたとも伺っております。ここでお伺いしますが、本区で今、視覚障害者の方へ発送している公的な封書の現状と、音声コードの対応について、簡潔に教えてください。障害施策推進課長。市区障害施策推進課長。現在、保健福祉課や障害施策推進課からお送りする通知の中で、視覚障害者の方を対象とする自立支援法の受給者証や、障害福祉サービスのご案内や申請書などへ、新音声コードの添付や、封書への展示シールを添付して、発送しております。送付先の中に視覚障害者が含まれる郵便物でございますが、保健福祉領域で申しますと、例えば国保年金課から発送する特定健康審査、受診券等、こちら新音声コードではないのですが、音声コードを添付しております。またその他、国保年金課から保険料、納入通知書など発送しておりますが、時間的な制約、費用等の問題から音声コードの添付ができておりません。広く区民を対象に通知している納税通知書ですとか、選挙時の投票所、入場整理券、こういった多領域の発送物についても、音声コードを添付されていないという状況にございます。以上です。岡本委員。
はい、今もありましたけれども、やはり視覚障害者の方は自分自身の健康診断の結果も、また預金通帳の記載内容も誰かに読み上げてもらわなければ知ることができない、まあ、プライバシーの保護ができていないという、まあ、そういった実態があります。でまず携帯電話のこの機器の普及を使いながら、公的な文書から自分で読み取ることができれば、情報格差をなくす大きな環境改善につながっていくと考えます。音声コードの読み取るためにはアダプターが必要なんですけれども、このアダプターは日常生活用具の品目に入っていますでしょうか。まあ、入っていなければぜひ補助品目に加えていただき、音声コードの普及促進を図るべきと考えますが、この見解を伺います。障害施策推進課長。地区障害施策振興課長。重度の障害者や障害児の方へ自立生活支援用具等を給付して日常生活を容易なものとすることを目的に、重度障害者時日常生活用具給付事業を実施しております。視覚障害者の方へは情報意思疎通支援用具として、パソコン用音声読み取り上げソフトなど10品目を視覚障害者の方へ給付しておりますが、ご指摘のアダプター、こちらについては対象ではございません。品目については障害者団体からの要望やご意見などを踏まえまして、関係所管による種目検討委員会で検討しております。お話の音声コードを携帯電話で読み取り際に使うアダプターを日常生活用具の品目に追加することにつきましてはですね、音声読み上げ式の携帯電話が発売されてから間がないこともありまして、また新音声コードの普及状況、昨の取り組みの推移等をですね、見守っていきたいというふうに考えております。以上です。委員長。岡本委員。はい、今年度本区では音声コードに関して職員の説明会を、ま、国からの補助金を活用して実施したと伺っております。ま、担当部署の限られた職員の方が、ま、対象だったとのことですので、ま、全庁的に関係する部署の職員の方を、ま、対象に説明会を開催し、ま、情報格差を是正する環境の整備を、ま、図っていただきたいと思います。また区が発行するすべての公的な文書へまずは音声コードの添付を促進するように求めますが、区の見解を伺います。障害施策推進課長。地区障害施策推進課長。昨年12月に区では国の障害者自立支援対策臨時特例交付金を活用しまして、新音声コードの普及啓発を目的に町内の説明会の実施、また新音声コードの作成ソフトといったものを購入しております。説明会におきましては、すでに音声コードを活用している所管課、情報提供、音声コードによる情報提供を検討している所管課をいたしまして、新音声コードの作成方法や具体的な活用事例を示し、新音声コードの利用を依頼したところです。説明会後、新音声コードを活用する17の所管課へ新音声コード作成ソフトをインストールしております。新音声コード作成ソフトは約800文字のテキストデータを短時間で音声コード化することができ、レーザープリンターで印刷が可能です。引き続き説明会などを通じ、視覚障害者への発送物を取り扱う所管課へ新音声コードの作成ソフトのインストールや活用を働きかけてまいります。区の発行するすべての公的な文書への音声コードの添付についての区の見解、そのご質問でございます。新音声コード作成ソフトにより作成したコードでございますが、コピー機による複写では読み取りができません。このため大量に印刷を行う場合は音声コード刷り込み費用が別途かかるなどの課題もございます。一方、昨年改正された障害者基本法では、障害者が円滑に情報を取得できるよう、国及び地方公共団体は必要な施策を講じなければならないとされており、ご指摘の区の通知文全体への音声コードの導入は全庁的な課題であると認識しております。といたしましても、まずは新音声コードの説明会などを通じ、町内での新音声コードの理解及び普及を図ってまいります。その上で課題となってございます大量に発送する通知物等などへの対応を検討してまいりたいと考えております。以上です。岡本委員。委員長、以上で私の質問を終わり、高久委員に代わります。